法テレフォンショッピング。今日ご紹介するのは入れ歯洗浄剤、頑張れおじいちゃんです。そうなんですよね、入れ歯についたニラとかモヤとか取れにくいんですよね。はい、でもこの入れ歯洗浄剤は水資源の節約にもなるんですよ。一体どういうことですか？今まで入れ歯洗浄剤は入れ歯を洗った後に水は捨てていましたよね。そうですね、あの水が案外もったいないんですよ。そこで頑張れおじいちゃんはオレンジフレーバーと甘味料を加え、オレンジジュースとして飲めるようにしちゃったんです。え、そんなことができるんですか？はい、オレンジジュースには合成甘味料を使用していませんので、お子様でも安心。なるほど、でもあの水汚くないですか？そうですよね、それじゃお年寄りに対して失礼ですよね。お支払い方法は簡単、月々8000円の15回払い、今ならお得な上の方が3分の2ぐらいのところで曲がる蛇腹ストローがついています。でもこれ本当に飲んでも大丈夫なんですかね？お電話お待ちしています。日光テレフォンショッピング、今日ご紹介するのは男子専用鉛筆削りくるくるくんです。おお、随分と可愛いネーミングですね。この鉛筆削り電気道なのに電気がいらないんですよ。そんな不法人みたいなことができるんですか？使い方は簡単、電気を全く使いませんから省エネにもつながります。重りを男子の窓から垂らしてくる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 。なるほど、エコロジーにも手当買ってるわけですね。でも1階の人はどうするんですか？お支払い方法は簡単、月々2万円の15回払い、今ならお得な後ろから金を押し出して使える例の分子の位置がもらえます。なるほど、例のやつですね。でも1階の人はどうするんですか？お電話お待ちしております。日光テレフォンショッピング、今日ご紹介するのは半永久的に使えるトイレットペーパーメビウスくんです。半永久的に使えるって、そんな手品みたいなことができるんですか？従来のトイレットペーパーとは違い、切らずにお尻を拭くだけ、両面使えますから回っている間に物が乾いてとても衛生的。なるほど、これなら紙を使いませんから森林資源の節約にもなるわけですね。でも物が乾かないで回ってきたらどうするんですか？お支払い方法は簡単、月々1万9800円の15回払いです。地球が回ればうんちも回るというわけですね。今ならうんちを固くする不思議な薬がついてきます。なるほど、でもそれは飲んでも大丈夫ですか？お電話お待ちしています。日光テレフォンショッピング。ところで今日の商品は何ですか？皆さんはお刺身を食べるとき、お醤油とソースと間違えてしまったなんてことはありませんか？よくしちゃうんですよね、こういう失敗。今日ご紹介するのは新感覚ソース大草原です。ソースは調味料の王様ですからね。なんとソースの色が緑色なんです。ほほー、これなら醤油と間違えてお刺身にかけてしまうなんてことはありませんね。でも味のせい、最新のバイオテクノロジーを駆使して色は緑でも味はソース。種類も普通のとんかつ、ウスターとお好みに合わせて選べます。ご飯が緑色でしたよ。今なら横から刺して芯を取り替える例の色鉛筆がついてきます。色とりどりは豊かな価値があるんですね。お支払い方法は簡単、月々2万円の15回払い、お電話お待ちしております。日光テレファイショッピング、今日ご紹介するのはトイレ専用カメラ夢家族です。ああ。これはおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでいる次世代家族にぴったりの品物なんですよ。あなた、あなた、早く出てよ、もう早く出てよ。何なんだったの？お父様だったんですか？どうも、すみません。よくあるんですよね、こういうこと。そうなんです、身内なの窓子もこれがお客様だったら繰り返しのつかないことになりますよね。でもこのトイレ専用カメラ夢家族があれば大丈夫。おほー、使い方は簡単、トイレにカメラを設置してチャンネルを U に合わせればお茶の間でトイレの中が見られるんです。なるほど、これなら誰が入ってるか一目瞭然ですね。
おまけに付属のリモコンを使えば中の音も自由に聞けます。でもこれ、お食事中に見ることはありませんか？お支払い方法は簡単。一日5万円の20回払い。見えるトイレは一家団らんの源ってわけですね。今ならお得な自動手足が10分ついてきます。なるほど、これならおじいちゃんやおばあちゃんが死んでも思い出ビデオになりますよね。はい、人生はトイレが見えれば明日も見えるってことですね。お電話お待ちしています。正規めくり。一体どんな商品なんですか？今の季節なのは分からなくなっちゃうことってありませんか？ありますあります。そんな忘れっぽい方に大変便利なのがこの正規めくりなんです。日めくりのように毎日めくらなくてもいいので煩わしさも一挙に解消。なるほど、100年に1回めくれば済むわけですからね。今回は特別に女性専用女性記めくりも用意いたしました。女性ですか？30世紀まで使えるこの正規めくり、お支払いはカードでも OK。 お電話お待ちしています。日光テレフォンショッピング。今回ご紹介する商品はいつでもどこでも簡単に沼ができるインスタント沼です。沼ですか？はい、このインスタント沼はお湯を注ぐだけでパンを作るご家庭で沼にできちゃうんです。なるほど、沼のある生活っていいですよね。はい、さらに今お買い上げの方には出なくこちらのチリトマト沼もセットでお届けいたします。なるほど、沼ブーム到来というわけですね。お支払いはカードでも OK。 今すぐお電話お待ちしています。日光テレフォンショッピング。今回ご紹介する商品はおしゃれな絆創膏シャドバンです。おお、それはどんな商品なんですか？小さなお子様がドロドロになって帰ってきた時は洗濯でなんとかなるんですが、血まみれになって帰ってきた時は大変ですよね。これはすごいですね。一体外で何があったんですか？でもそんな時このシャコバンをすれば出ましたところが絶対にバレないんです。何せシャコですからね。さらに今回このシャコバンを買うと原始人の匂いのするお香もついてきます。原始人ってどんな匂いがするんですかね？お電話お待ちしています。日光テレフォンショッピング。今回のお届けは日本総裁の線路バイクのジグモです。去年お葬式の帰りに海に行ったことが全国で数百人もいらっしゃるんです。ここで生まれたのがこのリバーシブルモップジグモ。海に行ったらほらこの通り、ライフジャケットに手代わり、あとは手を抜くだけ。お葬式の帰りに死んだら捕まりませんからね。今の時代です。いざという時ハンバーガーは何よりフィッシュバーガーに届けるフード革命ジグモをプレゼントいたします。何でもジグモなんですね。お電話お待ちしています。日光テレフォンショッピング。今日ご紹介するのはご先祖様を敬う気持ちを子供たちに伝える新商品ハイテクお盆です。これは様の陰にもってこいの商品ですね。え、どんな商品ですか？お盆の時によく道端にキュウリやナスに割り箸を刺したものが置いてありますね。はいはい、私子供の頃よく足で踏んでましたよ。ハイテクお盆はそのナスやキュウリが動くという素敵な商品なんです。なるほど、ナスも歩けば先祖も踊るってわけですね。はい、なんと
と球技は準備と両用になっているんです。はかどろぼもびっくりですね。今ならあんまりは大好きだけれど、あの赤い選手がちょっとという人にぴったりのあんまり先生に自分がついてきます。なるほど、また地雲ですか。お電話お待ちしています。